このカーシー博士はですね、でそこで SJ に焦点を当てていきます、はい、SJ と SP のこれら SP、SJ の結婚は時間の経過とともにうまくいくことが多く、職人と守護者はしばしば対立する面で快適なバランスを見出していきますと。 SJ は SP を落ち着かせることができ、SP は SJ を緩めることができるのですと。確かに SP が遊びすぎて、遊んでるもの、サーフィンや飛行機、自転車とかから離れて家族を育てたり、職業を持って仕事をちゃんとしたりするまで、この SJ の道徳的な重みが必要になることがありますと。一方で、この堅苦しい SJ に笑顔を与え、人生の重荷に耐えるのに、この職人たちの遊び心っていうのが役に立ちますと。多くの場合 SJ、SP の結婚はいたずら好きの子供と世話を焼く親のような関係に似ていますと。特に SP の夫は守護者の SJ の妻のことを母、マザーと呼ぶ傾向があり、まあワイフじゃないってことですね、うん、おそらく、まあ、保護してくれる人みたいな位置づけってことですね。位置づけってことですね、はい、僕の今の、はい、ワイフとマザーの例えってダメだった、はい、ダメじゃないですよ、はい、今ちょっと情緒不安定です今守護者の妻も職人の夫のことを、別の男の子と呼ぶことが多いと。このような関係に内在する対立はある程度までは楽しめるかもしれません。でまた別の面で、職人はいじめる相手が欲しく、SJ は世話を焼く相手が必要なのですと。確かに対立点はあります。衝動と熟考、不服従と義務心への敬意、浪費と節約っていう対立があると。しかしこの違いを両者が寛容と善意を持って受け入れる限り、この SJ と SP の結婚はうまくいき、職人のピグマリオンプロジェクトもそんなに受け影響を与えずに良好の関係を結ぶでしょうと、はい、理論的にはこの SP、SJ の相性は言語表出性や控えめさ、E と I、強い精神力や有効性、T と F のような補完的な要素が絡まるとさらに顕著になりますと。バランスが良くなるってことですかね。少なくとも書面上は次の4つの組み合わせには職人守護者がうまく交際するための全ての要因が詰まっているはずですというところで、 ESTP と ISFJ、 この ESTP と ISFJ は強く外交的な ESTP は生まれつきの儲け師と書いてあります生まれつきの儲け師で、儲け師って儲ける儲ける、儲けるの儲けるですはいはいはい、あの儲ける人、ガッハッハの儲けるです、はいはい、儲け師で共有と書いてありますね。フクロウのオス、斎藤道山みたいな人、はい、斎藤道山で伝わりますかねはい、はい、要は油売りからお城を持つまでになる人ですね、うん、から控えめで友好的な保護者 ISFJ をこの ESTP は懐柔し、しばらくの間は用心深さや世話好きを手放して少しだけリスクを冒してみるよう説得するのは大変楽しいはずですと。また ISTP と ESFJ、 制作者と世話役も幸せな結婚が期待できますと。控えめで強い精神力を持つ ISTP は黙々と器用に道具や機械を扱い冒険の自由を求めていますが、この表出的、表に出る的で思いやりのある世話役 ESFJ が提供するこの家族や社会への温かい渓流を欲しているようですと。係の留守と書いて渓流と読むと思うんですけど、まあなんか家族や社会っていうつながりをこもっていながらも持っておきたい、そういう明るい面とっていう理解をしました、はい、世話役は ESFJ は気遣いをしてこの ISTP に親切もしてもてなすっていうことに長けていますと、うん、ESFJ さんが。でまた手で扱う道具には長けているものの、
ISTP さんですね、これは、うん、制作者は、他の職人よりも他の SP よりも ISTP さんは配偶者を自分の理想に合わせようっていう傾向が低いのも特徴ですと。ああ、相手を、なんで ISTP は相手をあまり、うん、なんて言うんだろ う、ピグマリオンしない、はいはい、こうするのが正解でしょうってはやらないってご自身でもおっしゃってますし、はい、そうだと書いてあります。であとは ESFP パフォーマーは ISTJ 検査役とうまくマッチするはずだと。友好的な ESFP はエネルギッシュでパフォーマンスが好き、華やかなスポットライト、パーティー、何かを演じる興奮を求めている。一方控えめで強い精神力を持っている検査役 ISTJ、 つまり、保険とか準備、信頼性の模範となるこういう ISTJ みたいな人々は、はい、心の中でちょっと刺激を求めている、うんうん、時にこのパフォーマーが代わりにやってくれそうですもんねエッセンスになる、はい、でコンポーザー ISFP は控えめでこのうまくいくチームになるはずだと。控えめで友好的な作曲家 ISFP は自然に近く芸術活動に熱中する最も穏やかで官能的なタイプで、表に出る的で表出的で強い精神力を持つ監督 ESTJ、 つまり組織や施設を統率するのに最も適した人々は彼らの厳しくビジネスライクな存在に少し牧歌的な美しさを持ち込んでくれる相手を彼らは歓迎していると、うん、歓迎してくれますかね。してくれるんじゃないですか。仕事上だったら歓迎してくれないかもしれないけど、あー、まあ、パートナーですね。なるほど、はい、まあ全部そっちに振ってるわけじゃないですしね、多分、はい、人間なんて、はい、気質の組み合わせは様々ですが、総じて SP タイプ職人は魅力的な配偶者で気前が良く楽しく身体能力に長け、性的な刺激を与え、ピグマリオン的な影響力に対しても比較的寛容です。わかる、はい、僕みたいに、はい、なんでそんなこと言うんだよみたいなのをやらないってことですよね、はいはいはい、やらない、あのされても気にしない、あそこに染まるかどうかは自分で決めるそうですよね、はい、で相手からされてもそうだし自分もそんなにやらないっていうことなんでしょうね、はいはい、職人は最初から生きる自由を認める態度を持っているため、配偶者を改造しようとしても深刻な権力闘争に発展することはかなり稀ですと。私たち他の気質は、他の気質の人たち、はい、SP じゃない人たちは、はい、SP と交際するには期待値を現実的に抑えておく必要がありますと。彼らの道具またはおもちゃや冒険を許し、安定した寛容な家族を家庭を与えなければならないと、うん、華々しい仕事や観客を否定してはいけない、できれば場を与えて中心に立たせてあげる必要がありますと。そして過度な献身を求めない、ちゃんと育児やってよとか、はいはい、私ばっか選択してさって、はい、どうなってるのよはやらない、はい、いやまあ過度なんですからねごめんなさいごめんなさい、はい、彼らがもたらす刺激と自発性、そして比類な愛らしさっていうのは評価しなければならないはずですと、はい、あなたが好きになったんでしょと。要するに私たちは息を飲んでジェットコースターに乗る、はい、早い乗り物に乗る準備をしなければなりませんと、はい、SP と付き合うには、はい、ジェットコースターに乗る覚悟で、はいはい、なんていうことが書いてありますと、はい、過度な献身ってあるじゃないですか。育児をやってよだったら多分問題ないと思うんですよ。皿洗いやってよだったら問題ないと思うんですよ。自転車のことなんかやってなくてあ、そっちを否定してですね否定してだと思うんですよね。こっちを認めてる限りはちょっと忙しいからやってよって言ったら多分やると思うんですよ。あー、はい、要はそっか、はい、この好きな領域を犯してはならないってことですねっていう感じだと思うんですよね。っていうとまあ確かにこの SP さんは、はい、家に帰れなくなるって書いてありましたからねそこでまあ他のタイプだと、はい、
争いが生じるんでしょうね。争いが生じるみたいな感じじゃないですか。この人はいなくなる。はい、はい。